アイレイトの覚え方。アイレイトじゃないらしいね。アイレイトだしね。アイレイトちゃんは SVL レベル11でパスタ頻度 B の安い単語ですけれども、覚えてない人はいますかつってね。もう覚えてない人は今ここで推測してつって。もう推測しやすいのを5個も持ってきてるんですからね。推測してくださいよ。本当にクソミソに再生されないのに。もう毎日言ってるけどな。再生されんな。なんかな。もうなんか、もう。多分今までやってきてね、一番再生されてないね。ここ最近がね。なんでか知らないけど。もうなんで、もうなんでやんなきゃいけないんだろうみたいなね。もうあのね、奈良県立医科大学病院の先生の気持ちがわかりましたよ。なんで輸血しなきゃいけないんだろうって。なんで？なんで輸血しなきゃいけないよ。もう死んでるよね、つって。この再生数心肺停止で死んでますけど、つってね。いや、登録者がいるんです、つって。高市さんの映画。登録者が病院に着くまで。なんとか延命治療してください、つってね。もう、だから私はね、もう無理やりよ。無理やり今日も100単位以上の、輸血を。ね、このチャンネルにしてますけどね。まあ、普通はしないよね。普通はしないけど、高市さんの家から電話かかってくるからやるっていうね。何でしょう。もうすぐね、こういうこと言うとね、もう不謹慎ですとかね、もうそんなん言われ、もうそんなこと言われてショックですとか言ってね、言う人ね、いるかもしれませんけどね。もうショックなのは俺じゃボケだよね。俺だよボケっつって。もう何やねん、これもう、何も。アイレイトで。怒ったとかね、激怒したとかね、覚え方はこう。If I late, huh? Honestly, you will become I late. 正直に彼女を評価したら、あなた激怒するでしょうね。ねっつってね。ねっつってね。If I late, huh? Honestly, you will become I late. つってね。まあ、遅れるのね、late を使ってもいいですけどね。まあ一応ほら、スペル的にね、rate ですからね。I late ってなんだろう。I late だから評価するだけど、評価すると激怒するものってなんだろうっつって。なんだろうなーっつって、あっつってね。あっつって。もう絶対に正直に評価したらもう激怒するよな。もう、だってどう？これ見たときどう思った最初。わーって思わなかった。わーって。もう俺はね、真っ先にこう思ったね。なんで？つって。なんでなん？つって。なんでハーフなのに母親より背ちっちゃいん？つってね。もっと言うことあるけど。もうね、思わなかった？なんでなんつって。なんでなんつって。もう、特にこれがきついな。なんでなんつって。あと、これもな。これもな、つってな。概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとか、アルクとか、ケンブリッジディクショナリーとか、いろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。